Thank you.
はい。
とニーヤーさんとテさんと小江戸さん。書いてあるね。OK。こんばんは、お疲れ様です。いやー暑いですね。しかし。配信は画面見えてますか？もうそろそろイベント始まっていきますので反応いただけると助かります。あ、大丈夫そうですね。はい、それでは本日のイベントは NVC2 ランバタの東西線形式となっております。今日はそうでもないのか、昨日竜とホークの誕生日だったらしいので、あ、マイクもゲームもありがとうございます。大丈夫ですか？竜ホーク本当にやるの？バイパー焼き鳥で、いや竜かホーク好きな方を使ってもらって、これだけでちょっと組み分けしますか。そうするとホーク少なくても強くて大丈夫だから。ここもホーク勝つ気がする。理由がむずいもんこれ。フォーク使いが2人に竜使いが1人。2人。まあ3人。ぐらいしかいないですね。ヨシさんの懺悔は本当に懺悔戦がうまいな。あ、あ、聞こえますか？大丈夫ですか？よし。それではそろそろイベントやっていきたいと思いますので、皆さん集合でお願いします。後合ラストです。あ、さら竜ホーク対その他やります。それもありですよ。はい、後合ストップ。皆さん集合でお願いいたします。はい、パコピー
ノジエストップ。本日は昨日竜とホークの誕生日だったので、最初竜対ホークやろうと思っていましたけども、やめて竜ホークチーム対その他バランスはね悪くないですね。竜とホークが組んだ時にその2キャラに超強いっていうキャラあんまいないんですよ。どうぞ。はいはい。竜、まあ確かにまあそうなのかなみたいなホークが苦手なキャラ竜いけるし、竜が本当にきついキャラはホークいけちゃったりするんで、はい、ええ、まあ確かにそうですが、今日来てる方々がメインキャラを使えばという感じですね。そうですね、ちゃんとやれば多分チュンリーとか、はい、バイソンがきつくなると思うんですけど。なるほど。あとは、まあ、あとはその竜超強い DJ かあぐらいですよね。じゃあ皆さん、キャラクターはどっちで出ようが自由ですが、ええ、書いてってくださいですね。お願いします。まあでも人数的にもちょうどいい感じならないですね。多分なんないっすか多分ならないです、ね、じゃああえてその竜ホークチームに移る人もいるかもしれないと。そうですね、それもありです。ええ、しかしまあせっかくの誕生日なのにこんな扱いを受けるとはって感じですよね。いやいや、勝って主人公というところを見せつけないといけないですね。おー、逆にね、はい、確かに三大神髄キャラの違うな、三大スタンダードキャラの2人がはい竜、ガイル、ホークらしいですからね。おー、おー、おおそれはバイパーさんが言ってたんです。そうなんですね。スタンダードキャラ X におけるスタンダードキャラははい竜、ガイル、ホークです。おお、だからまあバイパーさんそれで使ってらっしゃるみたいな。わかんないですけど、あれじゃあ皆さんキャラクター書いてってください。お願いします。キャラ書いてください。はい、ちなみに竜とホークが、ホーク側が焼き鳥バイパーがいて、竜が福山破天荒はいぐらいか。あれ意外といない。意外といない。メインキャラだといない。メインキャラだといない。でもまあ何使ってもいいですよ。まあとは言ってもまあ最悪脱法一人に全員やられてしまう可能性もなくはないですからね。いやバイパー焼き鳥煮立てできる人間あんまいないですよいないですよね。確かにそういう意味合いではというところはありますね。このゲームキャラさひどいひどいって言われてますけど、結局人が強いと勝ってるんでまあそれは東西戦で証明されてますからね。本当そうですよ。なんだかんだね数字つけたら X ホークね一番ねあれなんじゃねえのって言われてて、結局東西戦攻めてんじゃねえかみたいな。僕ホーク一弱だとは全然思わないです。あんま、はい、強い方じゃないんじゃないかなぐらいです、うん、気持ち的にはね。またそう、一番弱いのは、はい、かな。あーはいはい、まあキャミー的な、おそらく僕がダイヤつけたらキャミーになるんじゃないかなと思います、はい、あ、まあ、圧倒的につくのがまあホークとザンギぐらい。そうっすね、まあ、ブランカにちょっと有利とか。あ、はいはいはい、まあ、いけないことはないですけど、ね、まあ、剣には強いですね。あ、なるほど。はい、皆さんキャラ書いてください。あと書いてないのが、はい、じゃあ皆さん協力してください。焼き鳥、青津、福山、ヒデ、バイパー、テ、カス。あなたがいないと竜ホークチームは勝てないです。竜ホーク対その他でやりますね。何使ってもいいですけど。
空気読まないで手ダンシュみたいな。そうそうそう、僕も S 流やりたいな。おおクソ S 流。いや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 、まあ S 流自体がクソみたいな。いや、そうですか。僕そんな評価してなかったんですけど、はい、はい、使ってみたらえらいことになっていたという感じですね。じゃあそういうことじゃねえかよ。いやいや、みんなが使ってないところを考えて、はい、やったんですよ。はい、S 流使いがあまりやらないこと。おうほうほうほう。とりあえず飛ぶ前に前調整して本当に先端だけで飛ぶとか、はい、いやいやいや、それみんなやるやん。いや本当に先端だけですよ。ジャンプ強キック当てて逃げるだけ。あもう結構いますよ、そういう飛びしかやらない S 流とか。 あとね、普通にやっぱ台足が長い。長くないです。あれ違ったっけ。 S 剣は確か X と同じだったけど S 流長かったような気が。うそー。そう、確かほらこの間なんかお話ししたときに S 剣は確か X 剣と長さ一緒だったけど S 流だけは長かったはず。お、来たよこれ。いや、シャーミ競技局の話です。まあまあまあ、まあ、タコ様情報だからねこれ。まあちょっと今審議中なんでちょっとお待ちくださいね。ちょっと動画勢には分からないかもしれないけども、長い癖。え、長い癖。あ、同じか。あ、やられ判定が短いのね。いや、長い臭いですよこれ。若干長いかな。長い臭いですね。若干長いし、あとやられ判定が。やられ判定は知ってますけども、ちょうど道着の部分までしかないっていう。いやいや長い気がするな。同じかな。 S 流の生足は無敵ってことですねこれ。無敵ではないですよ別に。だってやられ判定ないじゃん。 なくはないです。ああの S 流の方、 S 流の方。いや、なくはないです。ちょっと、あ、道着に食い込んでるかな。 かかとまでと道着までとっていう違いですね、はい、だからザンギも地上戦やってても S 流はね、なんか台足だけでもなんかすげえめんどくさいイメージですからね。いや、まあはい、届かせに来ると、ええ、いうことですよね。単純に長くないな。同じか な, じな長瀬は。うん、タコ様が嘘を言ったと。ほら、いつものことだよこれで。また兄ちゃんが荒れると。多分同じだなこれ。もうしょうがないやつだな。もう本当判定以外全く変わんないですね。ええ、これおかしいですよ。そう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 、ほらちょっとほら、いやいや、脱法が抗議に入ってる。脱法が抗議に。おかしいかもしれんけど、長いかって言われたら長くないですよこれ。脱法がおかしいだろと抗議入れてる。長くないですよね。中足はやばいですね。中足の方がやばい。中足これはすごい。これはすごい。あ、はいはいはい、これ中足ね。弱足もっとやばいですけどね。あ、弱足はね、何もなのやられ判定ないっすもんね確か。ほらこれね、これはちょっと、あ、ちなみにS 流の話ですね。 S 流の中足はなんか太もも以降からはやられ判定なし。あ、正直長かったっすよ。長かった長かった。あと S 流の小足はやられ判定なし。言われたその日に調べました、ね、これ14あるんですよね。4たす14あって、これがね結構でかいんですよ。いや結構じゃない、もう圧倒的に、うん、やっぱ4筆違いますね。ねえ、持続がこれはちょっとびっくり。これ言われないと全然聞いてかなかったですね。だからなんか S 流って技ぶっぱしてればそれだけでもっていうイメージがあるんですよね。それはあります、あります、うん、じゃあ皆さんキャラ書いたかしら。バイパーさんが、 あバイパーさんはハハハハ、書いてって言ったら書いて。はい、2回転 S 流もやるよ。はい、よし、じゃあホークが、あ、ちょっと待って、はい、1,2,3,4,5,6,7,8人。あ、ちょうどいいぐらいですかね。あれ、あら、意外とうまくいきましたか。5、6、7、8人。はいはい、8人です。 OK、 8対9ということで悪くないです。あらま、意外とちゃんと
人数的には帳尻つきましたね。ただこれ意外となんか S 流とかいられるとこっちもねみたいなところありますよね。うんうんって無言でうなずくニカさん。でもこれねホーク流の方がプレイヤー強いと思いますよ。おいおい、それもあるからね。だってメインキャラだしね。まあこっちもメインですがということで、はい、いや皆様しばしお待ちくださいませ。
はい、お待たせいたしました、始めますよ。ワンピー側うね、ツーピー側手、ピンクです。聞かない？ピンク。始めるぜー、うね対手。よーし、今日は龍ホークチームが 2P 側、その他が 1P 側です。それでは始めちゃいましょう。それではスタートボタンを押してください。 1P 側ウネがいる、 2P 側がで S 流。さあ、ウネガエル開幕ソニック投げ、はいはい、これはありですね。ウネはね、すごい強気に行くのでね、はいはい、これはすごいいいことだと思うんですよね。本当にそうですよ。守ってるだけだとこのゲーム体力減りませんからね。イエース。お、いいですね。いい。さあ、しかし S 流の、はい、この青波動がえらいことになってるんです。おーと、ピョってからの差が、お、しっかり入る。まあ、あとこの基本の3段をしっかり決められるかですね、ガイルは。それはまあ、あれ簡単ですからね。さすがに、はい、基本コンボって言っていいと思います。まあ、でもなんか意外と出なかったりですよ、はい、おお、あれでピロっちゃうもんなんですね。まあ、食らいまくりましたからね、ええ、さあ、S 流の、はい、飛びが超強いので、いやいや、超、本当超強いですか。超強いので、その前で戦わないのがガイル側で求められますね。あー、じゃあ普段のあの XU よりかもちょっと離れた、うん、どうなんでしょうね。でも近くにいるか、はい、あ、はいはい、さらに遠く行くか。まあ確かに今みたいな波動に対してジャンプ大キックが届くぐらいの間合いとか。うーわー、そう、負け、すーげー潰し方。さあ、しかし胸が、おお、いい中足、あれは完璧な中足でしたね。破天荒、破天荒さん、次が福山、ワンピーが犬馬くんが2番手ですね。これね、はい、予想していいですか。どうぞ。フォークまで回んない。おお、強気だねこれ。ヒデがいるから大丈夫。そうだよ。破天荒対ウネはこれいい勝負だな。お互い、ええ、なんかこう他の人と違う色がちょっとずつ出るという。はい。破天荒さんはね。おーおーおー、勝利出る。あーっと、リパスじゃないけど。安い安い。うまい。破天荒さん、あの前の波動うまいんですよね。あのファイヤーを絶対使うべきですよ。ええ、超強いですね。長い足払いと思っていいぐらい。ええ、そう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 。お、ちゃんと様は溜まっていた。その時その時でこれで逆転で、これで同じぐらい。さあ、後で、おー、踏まされた。ちょっとタイミング違う。お、昇竜タイミングをずらした波動です。あ、なるほど。波動側がうまかったですね。はいはいはい。なるほどね。まあ、あの中パン振って波動拳みたいな、逆波動拳っていうのがやっぱ強いんですよ。さすが分かってらっしゃる。読みで飛ぶしかないので、ええ、おーのーぼりすげーな。さあ、しかし今度はダブルサマ、今度は痛い方は本田ちゃんとリバサで出る。本当リバサ精度も結構しっかりしてるんでね、ウネは。あれは高さを見て、はい、表裏で変えられると一番いいですね。ああ、まあまあ、それはもうちょっとね、まだ若いんで彼も。でもほんとなんか初めてね、なんか2月、今年の2月ぐらいにヘイト見始めたんですけども、ほんとメキメキ成長してる。おーっと、メキに、お、メキに投げ。破天荒さんは逆に歴は長かったけど、ガチでやっていなかったという。しっかり見ている中からこの伸びっぷり、
だって最近破天荒さんのあのやる気っぷりが半端ないですから、ね、やる気すごいですよね。毎日どっかしらに出没されてるんで、もいや実際それが実を結んでますよ。ですね。名前が破天荒なのに、ええ、ちゃんとしてるから、ね、いやいやちゃんとしてる、超常識人の方です、ね、常識人、ええ、さあ犬は DJ、 龍対 DJ は、ええ、これは DJ 側が難しいカード。やっぱ打ち合いでは負けちゃいますからね。でも、はい、ジャンプショーキックがね、はい、長いんですよ。あ、はいはいはい、簡単に言うと長いんです。ええ、で減るんですよ。ええ、そう、相打ちを許さないんですね。ええ、あー正直です。さあしかし新沼、これ画面端行くとリュウというのも相当きついですよ。まあ、シンクはたーっと出てる。うわー、あれは、あ、OK ですね。ですね、多分大キック出そうとしてスカっちゃってあーってなるよりかは、スカっても別に投げれるっていう保険ですね。あの本当真空のあの間がすごい嫌で、もういやーな、ぐるぐる回れる人はそういう文句言っちゃいけないか。回しててもなんかね、たまに着地してもスカにポーズとかいや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 、何やこれみたいな。さあ出し払いスカしてめぐりはガード。今のは何回かリバーサーを出したおかげで間合いが分かりやすくなりましたね、めくりだと。ああ、はいはいはい。さあ波動で押し返していく。さあいいですね、押し返し、昇竜拳士しっかり絞る。ああ、エアスが間に合わずか。飯沼対破天荒もこれいい勝負してますね。まあ、なんだかんだ飯沼さんなんかお久しぶりな感じで、先週いたかな。あ、そうでしたっけ。最近また見るようになりましたね。はい、ヘイデも会いましたよ。お、マジっすか、うん、自分は会ってない。僕ほら日曜の昼間とかそういう時にしか行かないからその時間帯はおーっと大鳥獣使ったけども、他の人がねいない時間帯に行くんで。なるほど。あー、それはしょうがない。弱波動やっちゃったね。ジャンプキョキックエアスラは危ない連携ですね。さあ、ニーヤケン、さあ、ニーヤケンに期待がかかる。そうですね、なぜホンダじゃないんだとフォークとやりたくないからなんでですかって感じ。もう、まあ、有利カードをやる気にならないっていうのはね、はい、分かんなくなる。あ、分かんなくもないけど、はい、練習しないっていう人も多いですからね。あ、はいはいはい、結構やっぱあのホンダ使いの方もほら残儀戦はやらないみたいな方もいる。入ってこないですよね。そう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 、こっちは遠慮なくガンガン入っていきますけど、ね、うん、まあ、僕はガンガン被せますんで気付けてくださいねえ、いつも通りですからね。もう昔、はい、その被せの話なんですけど、ええ、僕あのまあよく被せで入るわけですよ。あ、はいはい、ね、あ、相手知っててそれ納得してくれる人だったら被せで入る、はい、でそれを見た大貫くんが、はい、お前かぶせ、お客様に被せで入るんじゃねえよみたいなこと言うんですけどお客様に対してね、相手チュンリ使いですからね。あ、はいはいはい、チュンリしかやんな、やんないの、ええ、お前どの口が言っとるんやみたいなあれはちょっと未だにイライラする。あ、未だに思い出してイライラする。おー、まあそれはね、確かにあん、どんだけ強いキャラか分かってねえのかっていうまあキャラだけで見られてもねってありますからね。ね、お、ここはさすがニーヤさんが。さあ、福山龍。そう、福山さんに会ったのもね、なんか今週久しぶりに会ったって感じで。青ツンさん次ですよ。青ツンさん次ですよ。あ、スタンバイお願いします。最近福山さんまんまにヘイにいらっしゃってなかったんでね。あ、夏のイベントに向けて。そうですね、かなり頑張って。まああとは結構なんかランブリとかでやってらっしゃるみたいで、ね、あー、なるほど。福山さんどこ住んでんだろう。どこだっけな。まあまあそこはあんまぶっぱすことありえんで。おめくりがめくれずに、あー、ただいまー、あげていく。これめんどくさい動きしますね、本当にまあでも剣はああいう感じじゃないですかね。なんか遠い時を
遠かったら、はい、ジャンプ受けキック当たって、あ、しょうがないなと思ったら、ええ、逆に歩いてくる。ああ、はいはいはい。まあなんかでもそれはまあホンダ使ってる時と変わんないんじゃないかっていう、うん、さあ待ってれば勝てんのにあえて歩いて掴みに行く。うわー、右足に対してドッピシャでしたね。すげえドヤ顔。ニアが剣で関東の兄剣ですからね。まあ本当だからそれもあってなんか名前のあれで今ニーヤーさんっていう、うん、呼ばれてらっしゃるんですよね。自分は最近知ったので、うん、さあここで青津さんの龍ですね。 X 勢もそこそこ兄弟プレイヤーいますからね。あ、はい、そこ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 あの某ラーメン屋の方とか。ラーメン屋もそうですね、ええ、あれ両方強いっすよね。僕は兄の方を押したいんですけど、ええ、ラーメン屋がね、マジやばいんすよ。おお、すごい当たり方。さあ、青津龍は、ええ、おそう、逃げる。あの、アッパーシンク以外はね、手堅いんですよ、ええ、あそうだ、アッパーシンクがありましたね、青津龍さんには。アッパーシンクやりたすぎっていうのがあります、ええ、まあ、ただゲージがない。さあ、あーっと、今のは津龍の動き。困ったら強しい。青津さんも本当なんかじっくりやるタイプのプレイヤーの方ですからね。いや、この人、ええ、関東最強チュンリーだった時代があるんですよ。関東 最強だった時代が、時代があります。本当に、ええ、本当にあります。 いつ頃でしたか。だいぶ古いです。なんかさっきから同じことを繰り返し、あーっと勝利出た。あー、これでもリバサが出る男と、ええ、下ではあそこはもう引けないところですね。ですね。でも本当モア時代とかですか。もうもっと前です。もっと前ですか。もっと前。おお、さあ5番平塚に、うお、あー、つながらない。あー、中止。さあ、さあ残り0だと。逆に打ってくる、逆に打ってくる。あー、危ない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 、おお、危なかった。おお、踏ませて、おお、バンバンがそのまま入る。嘘、すごいな今の。タコ様、あれ自分やん。いや、これちょっとタコ様仕事なんで。仕事なんで、はい。竜とやりたくないって言ってますよ。いや、おかしい。何とやりたいんですかね。残念使いで竜戦嫌い人ね、結構いるんすよね。あ、そうなんですか。タコさんもさっきどこでもいいって言ってたんで、また衣装にしようかなと思った。なるほど、まあ、一応一応、まあこの辺にしとこう。竜倒してほしいんで。危ない、おー、まだ昇竜拳。あー、危ねー。 危ない。あ、そう、あれは食らうと15所しゃがみ強パンのゲージが溜まって真空入りますからね。なるほどね。即死でしたね。タコ様がぐるぐるしてて助かった。ぐるぐるじゃない。おー、本当か。やばい。なお、本当っぽい顔をしてますが。さあ、ここで、2回転 SS 回転 S 流、2回転 S 流ね、最近お気に入りなんですよ。あ、そうなんですか。はい、タコ様、大丈夫だよね。さあ、ただこのキャラの強さをニカさんもよく知っている。さあ、ミドルで、おお、なぜか昇竜対空ができず。さあ、なかなか S 流に対してはどうやっていけばいいのかという。さあ、大地対空、おっと、割ってますね。連続コンボじゃないところ見切って、しかもバリシン、あーっと、ここは見られて、めくりはガード、よくガードしてくる。あら、これはさあ飛んでる、どっち様子を見ている。ここは出さない、ピオリッチだったから暴れてもいいところでしたが、あえて出さない。一回離れたですね。
さて、ここからさあ、飛んでる。さあ、SL に対して、あ、おう、うますぎる。ここはさすがに勝利。さあ、安定コンボで。さあ、これは走ってきたか。撫でる、ウシビア取ってる。わー、なんとクーナで。やるわやるわ、これはすげえ。シャールさん、オラって投げましたね今。あ、ここで龍はもう最後ですか。龍最後ですね。シャル君今日は龍ですね。はい、あ、ごめんねピロシさん、ちょっと足元。おい、さあシャル龍は、シャル龍はね手堅いんですよ。まあ、バイソンもかなり手堅いんですけど、リュウもね、隠れキャラでね、かなり手堅いんでね、嫌ですよね。さあ、ガンスクベーステから、ここはスに回す。どっち？アンドリーバッチリ。直スクリューはバリシングにバシたか、あれは。かなぁ、どうなんだ。ちょっとバリシングっぽい感じの絵が見えましたが、さあ、ミドルミドル、いやらしい。タコ様も知っている。さあ、ここは、うわぁ！さあ、どっち？さあここ安定コンボで削って しかし我慢できた。そして入る。これです、ね、しっかりしてるんですけどね。ただやはり、いやうまい。まあ理論上はやはりダンディ有利と言われてるカードですので、やはりこれもタコさんは頑張りどころだが、ここはコパンを挟んでから、あーここは中勝利で、あーずれ。今の中パン飛び込みは、あの前に農業さんが、あのしゃがみ中足ダブラリで返してる場面があったので、え、アントビじゃないんだ。アントビっぽいタイミングかな、どうなんだろう。ああ、これはさすがに削りかけっすね。高め中パンの場合はなんか、まあ、できったところを、そう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 ですね。高め、高めらしいっす。さすがに根元はアントビでしょう。まあさすがにそうですね。まあすいません、僕もあんまり知識がないもので、まあただね、知識がなくてもノリと勢いで話すっていうのは大事ですからね。ここは根元で大勝利。それは感動します、さてここはいけない。精神的にこれだけ落とし続けられると人間いけないものです。しかしうまくぐるぐる回っているが、大昇竜体育真空削りがバッチリ。これがシャリュー流の強さ。いや、ね、修正が早いっすね。早いですね、うん、これがトッププレイヤーの証ですね。いや、ブンチンくんですね。さあブンチンさん、土曜日来るのはかなり久々なんじゃないでしょうかね。ブンチンさんとかなりやりきれいですからね。あれ、ヒデがあの旅行、徳島だっけ、はいはい、に行ってた週にいたよ。あ、マジですか、うん、さあ今のうまい。さあ打ち切り OK。 とりあえず二度と削る方に。そうなんですね、まあ徳島行ってましたからね。あー出ない。さあディレイ、ちょっとディレイかけた劣化三段から、うますぎるヒット確認。文人さんもねかなりやり込んでますからね。ヒット確認の精度がね、やはりあの若さの証明なのか早いんですよね。そうですね。さあ知っているディレイ、ディレイで龍のいやらしいところをついてくる。さあ投げて、ここはホイホイ、いかないが、ダイヤシの掴みに3段入って、ここは弱小流切り返して、あー表3段、どっち欲側として支援で暴れる。ここからうまいな今の、うん、いや支援かけない、おー、これは煙りかっこれはでかい、目まぐるしい展開、文人勝利。さあバイパーさん、そうなんですよね。すいません、なんか一人でなんか、いい切り返してると、あれなんで、そうなんですよね。途中に順番を決めたときに、はい、途中にどちらかフォークがいたときに、はい、倒してほしいなって置いたのが文鎮さん、なるほどだったんで。まあ、ただね、この後にもね、ペコさんっていうね、かなりフォーク側が嫌な、ね、ペコさん今日酔ってるっていう。マジ、うん、本当は大将にしたかったんですが、まあまあいいんじゃないですか。土曜日はね楽しく、あーかくってる。しかし3発目はなぜか遅い。連続コンボではなかったが、ここはどうなる。さあ足が速い俳優、さあゼロドット、
ここは手堅く行きたいが、うん、あとこれは隠れない、お互い安い、ここからどうなる、あー、ま、バックジャンプ中キックで一方勝ち、ね、なるほど、あれが強いみたいですね、あの判でもなかなか強いですからね。さあレッグで相打ち、ここから行かない、まあ行かない正解ですね、あのバイパーチョップでね落とされる可能性あるんで、これ確定取る、さあオーム、あえて飛ぶ、最低、あーあれも安定ですね、バックジャンプコパン、さあ相打ちは追って、さあ手前打ちは見えなかったか、さあ支援に暴れる、さあアップレリが失敗、まあありですね、リスクリターンにもこのラウンドはまあ1ラウンド取ってるので、あーこれは1ヒットだが OK でしょう、支援ガードさせてバックジャンプ、いいですね、前側にしっかりしてますね、足が速い、そうしかし影縫いを狙っているぞ、ここは支援で落とす、強い文鎮が2連勝、さあ大将焼き鳥、さあ焼き鳥ホーク1人相手に文鎮、ペコ、小江戸、青葉、ヒデ、ピロシ、これはかなり 1P 優勢ではありますが、しかし焼き鳥さんは脱法の力を手に入れた時にどんな相手だろうと倒す、そんな軽薄を持っています。さあ円柱パン、円柱パン、シャガチューパンですね、あの強さをしっかり知っている、うっ、さあ簡単に近寄れないことを知っているが、ここからどう切り崩す、ダイレックで逃げて、ここはアッパーレッカ3段、ここは安定削りで、ファストジャンプですよね、そうですね、あれ超安定ですね、さすがにここは手を出さない、これだけの体力リーダーで厳しいですね。さあ 1P がリーチがかかる、さあ台足引っ掛けたがこの前はまだいけない、三角で飛んでここはシーンズ相打ち、相打ちなんだ、あれ相打ちっていいですね。さあしかしここはおっと、マジか、シャガチュー、シャガチューで落ちるんだ、うぅー、歩き弾き大変、弾いてない、弾いてはないとご本人から修正が入りました、はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりこうやってね、修正してくれるとありがたいんですが、これはまずい、おっと、これはやってしまったか、アントビーからちょっと高いが、うわー相打ち、いやーこれはさすがに厳しい、焼き鳥勝利。さあエスケンペコさん、ペコさん、ペコさん、しかし文鎮さんかなりの活躍っぷり、大将まで引き出しております、大え違う、はい、あとね、相手が大将、完全に酔ってんな、完全に酔ってますね、うん、あのね酔ってるときはやりたいことをやるだけです。さあ今度の8月12日土曜日にある XS ともお酒を飲める場所なので、はい、まあ、そうですね、まあ、飲みながらやるもよし、そうですね、まあ、負けたら飲むもよしということで、まあ、ただお酒を飲んで負けた場合チームのチームメイトに何か言われるか分かりませんが、あ今のさあダイヤショー方で払う、弱小で暴れ、いや見ている、これはやばいぞ、脱法の力を、うー怖い怖い怖い、バックジャンプファン、空中 TBS 星ですね、すごいな、これさすがに F 剣いけますよね、多分さすがにいけるんじゃないですよね、はい、さあしかし1ラウンド取られたペコさんも一気に修正、お酒を飲んでるからといってプレーが打線になることはありません、この人逆にお酒の力を得て強くなることはある、さあうまい、しかしこれは暴れるんすね、弱小で暴れ、これは連続ヒットではなかった、じゃあタスマチからの勝利暴れ表、さあしかしさすがにここでは大勝利暴れ、横に伸びます、さあ再びリーチをかけたワンピー側だが、お互いにどういう風に修正していく、さあこれはかくって、さあ画面弾いてしまった、これはタスマチ暴れは阻止、前足続ける意志力、いろいろこれが焼き鳥、今日も脱法バリバリ、
いろいろリバーサルは出てたけどって感じですね。小江戸さん、あれクレジット何色でしたっけ。ピンク、ピンク、おピンク、さあベガーフォークですね。小江戸さん、さあ2ラン2回勝って焼き鳥さん肩の力が完全に抜けましたね。そうですね、ちょっと温まる前にと思ったんですが、そうですね、なかなかやはりトッププレイヤー1回修正できるとそうなかなかさすがですね。さあここは空中で落としてめくりはしっかりガードを踏みに行く。なんだそれは。さあしかしゲージ持っているぞ、どっち。ここは逃げる、ここは読み合ったのか。そうですね、うわ三角強し。さあしかしこれは使う、どっち踏んでとりあえず逃げる。うわうまい刺した、あれやばすぎる神。さあどうする。さあ間合いが近い、ここで最高。今の立ち台系にミドルで差し返し、あれ神ですわ、すごいな。さあ今のしゃが中足はそうですね、ミドルまで当てたいがなかなかそうはいかない、プレッシャーかこれは。おおマジか今の。さあ、あーこれはやばい、この当たり方はちょっとやばいっすね。なんとか逃れた、まあ安いと言えましょうこの体力は。さあ三角が怖い、しかし技を振らないとダメージをもらうだけ。うわー投げる、あーここはバイパーチョップから投げ、いやー強い、しかしまだ1ラウンドずつ、お互いに修正力が半端ないですね。さあここからどうなる。さあミドル、ミドル、まずはミドルで、ミドルゲージも回収しながらいいですね。ここは見ている、振られないクマと。うわーマジか、逃げてや、そして拾って拾って、踏んで、あー踏んでそのまま当たった踏みが、小江戸さんが勝って勝利ですね。じゃあエキシビオン行きましょうか。にニカさん、ニカさん、エキシビはやるんですか。エキシ終わりました、小江戸さんのベガで締めてます。でエキシビジョン行きます。じゃあエキシビジョン、青葉バルログ。嘘だろ、マジっす、みんな何やってんの本当に。いやそれそれニカさんも人のこと言えない。さあ出てくるのは青葉バルログですね。これ悔しいな。まあワンピー側としては大将にピロシさんいるから、あ勝ったなって僕は思ってました。マジか、僕が負けても多分ピロシさんがフォークをやっててくれるだろうって僕は思ってたんで、龍は俺の仕事だと思ってたんで。言いますね、まだやってないから。はいでこれからやるのもあれですからね、バルログかもしれないですからね。そうあのね、口はね言いたもん勝ち大事です。さあこれはかくってどっち、投げる、うまいな、こういうとこはうまいですね、ちゃんと隠り技をしてますね、はい、素晴らしい。あれチューピーだとね戦術しか隠んないのがね。さあ相打ち、これは止めるのマジでそんなに起き上がり違うか。え、でも待って待って、今ベガが先に起き上がりましたよね。それでもトンバルログ、バルログ、バルログ、うん、マジかよ、狂ってるだろ。だから同じ技でダウンしたとき、はい、ミサササダウンで、はいはい、両者ダウンしたらやっぱり起き上がりスピードがモロに出ると。ひどすぎる。さあうまい、これは距離どっち、表、ね、暴れる、先飛びじゃないですからね。さあ削って削って、宙詰めはさせて OK、 バグうますぎる。あーしかしテラね、テラいい。さあ体力分かって、あここはハイクロー、ていうかハイクロー減りすぎじゃね、あの技減りますね、どんだけ減るんだよ。さあ勝ち星を逃がしてしまったか小江戸さん、この代償はでかいのか。投げて、さあ上から行く、さあピオリッチガード、テーラーで暴れる、距離はしっかりガード、テーラーハイクロー、おコバーで逃げる、
そんな選択肢が。確かにスライディングは移動が早いですからね。さあ踏んで踏まねえ。さあこれは決められる。部下決めたー、うまいなー、うまい。さあ俺ですね、行ってきます。さあ秀死んだが早いっすよ。まあでもここ秀は仕事ですよね。仕事ってもう終わってるけども苦手なんすよ。ああ危ない危ない、ピョンなかっただけ。まだジャンプザキックはね、やっぱスタッチが低いんですよね。お、中足中足で、あそこでさ、はい、中足ガードして、タッチパンが出てたっていうのがもう、頭おかしい何をしようとしたんですかね、困ったら投げようという、困りすぎだろという、困りすぎですねおーっと、さあ近距離戦はやばいぞ。画面端は厳しい。ナイスガード、上り中盤、あーっと中盤中盤からのめくりはガードで、ジャンプ中盤やっぱ判定が強いですからね。あれ強すぎですよ。いや判定広めるとそんなに強すぎってことでもないんですよ。なんですけどね、それなりに頑張ってます。ただやっぱ発生が早いせいはあるのかもしれないですよね、うん、だってザンギなんてあの技ほとんど負けますもん。空中戦で暗い判定がでかいからです、ね、あそこですね、うん、チョップだったら勝てますよ。ジャンプチョップだったら。あでもあれも先端がちゃんとできてないとダメなんで、まあ、はい、選ばれてますね。ベガ側の方が発生が早いせいもあって大体負けるという。じゃあ自分が先に飛んで先に寄せばいいじゃないですか。でもなんで甘えるんですか。でもだってベガジャンプ早いんだもん。こっちが先飛んでも向こうも飛んだら同じぐらいなんだもん。ジャンプ早いっつってもな。さあ、ナイスメア。おー、今のは私、ナイスガードが惜しい。今のはヒデ上がった。ここは知っていた。さあ、大将、ピロシ。適当にガチャガチャやってガードしてたまたま投げたと。運がいい。いや、今のホバーガードは偉い。ですよね。でも実際あれどっちがガードなんですかね。やっぱりめくりになってるんですか。あれめくりガードです。めくりガードですよね。おーっていう間に、まあ、ピロシ最強伝説、ピロシがなんかあっさり死んだかこれはちょっとね。あ、ビンタで落として、ね、ビンター対空は、はい、結構めんどくさくて、ええ、ジャンプ中キックに一方が釣るという珍しい判定をしてるんですよね。相当強いですね。相当強いですね。なんかホンダのジャンプ中キックってかなり強いですもんね、はい、しかし、ええ、あれをすかされると、はい、だいたい投げをもらうんですよ。あーはいはい、えいや、そっからね即死が見えるのであの1回落としたらもう使わないんですよ、はい、彼は。あー2回目は元気、はいはい、キックとかにするんですよ。ええ、腹ジャンプ対策で、はい、ですね。さあここはもうヒデらしい戦い方。さあここであのジャンプ大パンチでも潰せない感じなんですかね。ダメですね。あー今のあれでしたね、うん、強パン届かないです。届かないんだ。届かない。その前でしかエンタ使わない。なるほど。おー危ないよ危ないよこれ。あやばいやばいよ、はい、飛びが。おーよく出した。まだめくりからの、さあこれ仕切り直しですね。さあ仕切り直しはね、負けですからね、ホンダ側にとってはやばいですよね。さあ、まあ、とはいってもまだザンギほどきつくはないとは思うので、あそうかもしれないですね。なんですがもうこの状況は厳しい。あ、来たか。どうする。さあどうする。バックジャンプ入れっぱ。あーから歩いて投げ、残念。すぐもうヒデ君勝った時ははい、みんな誰も褒めてくれないんで、まあまあそんなもんやろみたいな。メンタルばっかり鍛えられるという、いや焼いてんのかなみたいな。負けちゃいましたね。ああえ、で今日はこのままエキシビションお坊さん、おあお坊さんエキシビション、おエキシビション、これやんのか。キャラはお任せします。あ、そうですね。
友ザメガモエキシビション何でもいいよ。あ、どっち先に出る？あ、やばい先お坊さんとみんなから言われて、さあさあここでガチが、あ、ガチが来ましたね。セオチュンリこんな平穏な場にさあね、バーサスあるあるなんですけど、大会が始まってからエントリー間に合わなくて来るやつが超強いっていう本当にそうそうねえ、おお、あ、テンション返っちゃう。あの位置でも当たるんですね。高かったんじゃないですか。おお、危ない。が運がいい。うわ、テンション返っ、投げたところ、そこやりますね今のは。逆にヒデが乗ってますね。はい、しかしあれですよ、やっぱ先列もチュンリーの中足に合わせてもガードが間に合っちゃうって。マジそうですよね。ねえほんと中足の出かかりに合わせるぐらいになるんですかね。まあ合わせるって言い方も変だ。先に打ってないとダメぐらいの勢いですよ。さあ打たされた。さあそっか、あー投げ行こうとした中足破裂。さあ先列ね、やばい、これヒデが先列をやっつけて。トモさん、あれ、あー来た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 ここで勝ったストレートで、しかも内容完勝でしたねでしたね。まあまだ来たばっかだったから温まってなかったんでしょうけどね。そういうことか。まあヒデ君もう強くはなってます。まあね、2回飛行券抜けたらそれ勝つわさあこれで最終戦かな。そうですね。さあ開幕踏んづけて、おーあれか、テンションが潰されましたね。まあ、はい、ヘッドプレスに真正面から戦えるキャラはいないです、はい、あー X 剣の強勝竜は勝つらしいですけどね。あー本当、うわーよく見ている。おーおー、ぶっ破して、おお、やっちゃったかこれ。ヒデいいフォローだった。投げる、投げで減る本当これしかないという選択肢を通してきましたね。あそこ最後テンションで良かったと思うんですけどね、おっと、さあボタンを押しまくっている。さあそれが正解になる。ただやっぱ強いプレイヤーってここしかないってところを押し通しますからね。まあ、そうですね。分かっててもなんか返せないみたいな。お、今のはめくりか。うわあ、いい返し方。やばい、はい、ナイスガード投げる。今抜けてなかったんですね。あれはガードの仕方なんですよ、ほう、タッチガード3回しゃがみガード1回で、ちょうど背中に行って内角なんですね、あーうまいなー。あーって何言ってんすか。ザンギもそうですよ。あ、いやザンギの場合はあの2回タッチガードした後にしゃがめば後ろに行って、そうですね、後ろにファイナル入れますからね、ですね。うわーあーっとヒデ死んだかな。ライト目、うわーつえー締めてくれました。締めちゃった。すごい、もうやだ、すごい目つきヒデには負けらんないさあというわけでちょっと早めですけども、今日はこの辺で、はい、ストップいたします。ご視聴ありがとうございました。この後ね、ちょっとあの裏イベントがあるんでね、はい、何なのかな。それまでは遊んでってください。いや配信も今日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。すいません、そういうことなので。